その症状、もしかしたら首の血管の重大な病気のサインかもしれません。人間の体の中で首は頸動脈をはじめとした太い血管が走っていて、首の血管は心臓から脳へ血液を送り届け、酸素と栄養を絶え間なく供給している人間の体の中でも本当に重要な場所。さて、そしてその大事な大事な交通路である首の血管が詰まったり狭くなったりすると体にどんな変化が起きるのか、あなたはご存知でしょうか。首の血管が詰まる一歩手前の段階で私たちが必ず見逃してはいけないサインがあります。そしてそのサインは目や口、手足など知識がなければまさか首の異常が原因とは思いもつかないような意外なサインが多いんですね。またあなたはプラークとは一体どんな意味か説明できますか。命に関わることもある首の血管について中高年が必ず知っておいてほしいのがプラークについて。首の血管のプラークは取り除くことができるのでしょうか。プラークを作らないための予防法は何なのか。今回はとっても重要な首の血管についてあなたに必要な医学知識を解説していくので、突然の不幸を防ぐために絶対に後悔しないよう、首からの危険な SOS についてぜひ学んでおいて、あなたと周りの大事な人とぜひ共有をしておいてください。こんにちは、予防医学チャンネルで今日も大事な大事な体の勉強をしていきましょう。今回のテーマは首の血管が詰まる寸前のサインです。首は人間の体の中で本当に大事な場所。この動画を見ることで首の血管からの SOS、 自分の体に当てはまる症状がないかチェックできます。また今後こういう症状が出たら首の血管が詰まりかけているかもしれないという知識を身につけることができます。プラークについての大事な知識も伝えるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速解説に参りましょう。では冒頭からいきなり人間の体を丸ごと分析して首の血管が詰まる寸前のサインをどんどん紹介していきます。最初に紹介する首の血管が詰まる寸前のサインは目の見えづらさです。まさか目の症状が起きたにもかかわらず首の血管が原因とは思いもよりませんよね。しかしなぜ首の血管が詰まりそうになると目に症状が出るのでしょうか。説明していきましょう。ではまず首の血管について見てみましょう。首の血管で最も重要なのが、皆さん一度は聞いたことがあると思います、頸動脈。心臓から送り出された血液を大事な脳へと届ける道路として、頸動脈は喉の両側に左右2本走っています。そしてここからがポイントなんですが、この頸動脈から枝分かれが起こるんですね。その先につながっているのが目に栄養を与える眼動脈という血管なんです。ではどのような仕組みで目の見えづらさが起きるのでしょうか。この原因が実は頸動脈そのものにあったんですね。頸動脈という血管は非常に狭くなりやすい血管なんです。どうして狭くなってしまうのかというと、一つの大きな原因が余分なコレステロール。血液の中に余分なコレステロールが存在していると、だんだん血管の壁に沈着していき、コレステロールの塊が血管に積み上がり、そのせいで必然的に血管が狭くなってしまうんですね。そしてこのコレステロールの塊自体が皆さんが気になっているプラークそのものなんです。でも狭くなるだけなら血液の通り道があるし別に問題ないんじゃないの？こう思われる方もいるかもしれませんが、実はこれ大間違い。首の血管が狭くなること自体で脳へ流れる血流が減ってしまい、めまいや立ちくらみのような症状を感じることもあります。とはいえ確かに、まあ狭いだけの状態がずっと続いてくれるのならば、よほど極端に狭くならない限り致命的な症状は起こらないかもしれません。しかしこのプラークという物質にはある非常に嫌な特徴があるんです。それはプラーク自体が破れることがあるということ。プラークはコレステロールの塊ですから、血管の壁のように頑丈ではありません。
ある程度積み上がった段階で、まるで積み木が崩れ落ちるように破れてしまうことがあります。そしてプラークが破れるとどうなるのか。なんと破れたプラークの破片がそのまま血流に乗って流れていってしまいます。そして血管というのは枝分かれするにつれて細くなっていく。こういう性質を持っていますから、より細いどこかの血管でプラークの破片が詰まってしまうことがあるんですね。この現象を側線と呼びます。そしてこの現象が細い目の血管で起き、ズドンと目の血管を詰まらせてしまうと、血液が目に送れなくなり、目の見えづらさ、あるいは片目が見えなくなる。こういう現象が起きてしまうという仕組みなんです。この目が見えなくなる現象、医学用語で黒内障と呼ばれているんです。目の病気として白内障や緑内障は有名ですが、黒内障は聞いたことがない人も多いのではないでしょうか。目の前が真っ黒になってしまうことからこのように呼ばれているんですね。そしてさらに恐ろしいのは、血流を流れていくのはプラークの破片だけではないんです。プラークが破れると、まるで人間のすりむいた膝小僧にできるかさぶたのように、傷を修復するために血小板が集まってきて、かさぶたのようなものが作られることがあります。そしてこのかさぶたのようなものこそが、一度は聞いたことがあるでしょう。そう、血栓なんです。プラークの破片だけではなくて、この血栓も血流に乗って流れていき、血管を詰まらせることがあるので、二重の意味でプラークというのは本当に要注意な存在なんです。プラークの恐ろしさがお分かりいただけたでしょうか。頸動脈プラークは悪玉コレステロールである LDL や中性脂肪が高い人にできやすいです。健康診断で引っかかってるけど何の症状もないし放っておいてもいいでしょうと油断をしていると、頸動脈に油がコツコツ蓄積していき、プラークができる元となってしまうんですね。ぜひ数値、そして生活習慣に心当たりのある方、ギクッとした方は戒めとして改善していきましょう。予防医学チャンネルの他の動画もぜひ活用してください。さて、そして首の血管が詰まる寸前に起きる目の見えづらさ、この症状についてもう一つ非常に重要な覚えておいてほしいポイントがあります。それは、症状が一時的に現れて改善してしまうことがあるということ。具体的には、目が見えづらくなって1時間以内に改善してしまうことがあるんですね。これ実は非常に危険なポイントなんです。というのも、目が一瞬見えなくなったけど、なんかすぐ見えるようになったから、こんなの何かの気のせいでしょと放置してしまう人が一定数いるということ。目の動脈を詰まらせた血栓やプラークの破片は砕けたり溶けて消えたりすることで血流が再開することがあります。なので、このように症状が一度出て改善するということがあるんです。このため、一過性黒内障と呼ばれることもあるんですね。症状が消えたんだったらそれはいいことじゃないか、こう思われる方もいるでしょう。確かに血栓が消え症状がなくなったこと自体はいいことです。しかし、この一過性黒内障が起きている、この事実そのものが同時に示しているのは、プラークによって首の血管が狭くなっているということ。すなわち、いつ第二陣第三陣の血栓やプラークの破片が飛んできてもおかしくない。そしてそれらが次に詰まった時は、第一陣の時のように消えてくれる保証はない。この事実が最も恐ろしいということなんです。実際にこの一過性の症状が起きた人の 10-15% もの人が3ヶ月以内に血管が再度詰まっていて、なんとその半分は2日以内に発症した、こういう論文のデータもあります。要するに、この目の見えづらさや一瞬片目が見えなくなるといった症状は、治ったから大丈夫ではなく、自分の首の血管が詰まる寸前の SOS サインなんだと捉え、できるだけ迅速に病院に行く必要があるんですね。病院へ行って検査を行い、再発のリスクがあると判断された場合は、
アスピリンと呼ばれる、いわゆる血液をサラサラにするお薬を飲むことで再発を防ぐことができる場合があります。再発を防ぐために有効な治療がある。そしてその治療にはタイムリミットがあるかもしれない。 2,3 日様子を見ていたら再発が起きてしまうかもしれない。だからこそこの血管が詰まる寸前の SOS サインは必ず活かしてほしいんですね。片目が明らかに見えづらい、または見えなくなる症状が現れた場合は、治ったとしても必ず病院へ行くようにしてください。この場合は内科あるいは救急の受診でいいでしょう。ちなみに首の血管が詰まる寸前のサインが出て、このように病院を受診した時にまず行うことが多いのが首の超音波検査、頸動脈エコーというものです。聞いたことがあるでしょうか。この検査は首の表面からゼリーをつけて超音波の機械を当てることで、超音波を使って首の血管を透視して確認、血管がどうなっているか調べることができます。頸動脈エコーは体にメスを入れないお手軽な検査なんですが、首の血管が狭くなっていないか、プラークができていないかだけではなく、血流の状態まで確認できる優れもの。人間ドックで頸動脈エコーを行うことでプラークが発見される人もいるんですよね。誰にでも推奨するものではないんですが、長年悪玉コレステロールや中性脂肪が高い状態で放置してしまっている人は、一度自分の首の血管にプラークができていないかやってみる価値はあるかもしれません。そして精密検査を行い、頸動脈が狭くなっていると判断されると、専門用語で言うところの頸動脈狭窄症という病名がつきます。狭窄というのは狭くなるという意味で、まんまなんですが、その病名の通り頸動脈が狭くなっている状態のことです。そして実はこの詰まる前の狭くなっている状態に対して、血管の詰まりを防ぐために様々な治療方法も存在しているんですよね。この頸動脈狭窄症では、軽い場合、そこまで狭くなっていない場合は経過観察をしたり、先ほど紹介したアスピリンというお薬を使って血の流れを良くして様子を見ることも多いんですが、例えば本来の血管の通路の半分以上狭くなっているなど、激しく狭くなっていて血管が詰まるリスクが高い場合は手術の治療を行うこともあるんです。具体的にはどうするのかと言いますと、狭くなった頸動脈の部分を切開してプラークを切り取ってしまい、狭くなっている部分を元に戻すことで血流が脳にしっかり行き届くようにする頸動脈血栓内膜剥離術、通称 CEA という手術や、足の付け根の動脈などからカテーテルという管を入れてスルスルと首の血管までたどり着かせて、狭くなっている部分で風船を膨らませ、空いた隙間にステントと呼ばれる金属の筒を押し広げて血管を広げた状態で保ってあげる頸動脈ステント留置術、通称 CAS と呼ばれる手術もあります。このように首の血管についてはプラークが破裂して血栓やプラークの破片が飛んで血管に詰まってしまい、取り返しのつかないことになる前にできる治療があるからこそ、早期発見しておくこと、危険なサインを知っておくことはとっても重要なんですね。そして今、目の血管が詰まった時の危険サインについてお話ししましたが、実は詰まるのは目の動脈だけではないんです。さらに恐ろしいことに、首の頸動脈のプラークから流れ出した血栓や破片はそのまま脳の血管へ流れていってしまうことがあり、脳の血管に詰まってしまうこともあるんですね。そしてこの場合、一体どのような症状が起きるのかと言いますと、場所によって様々な症状が出るんですが、手や足に力が入りにくくなり麻痺の状態になってしまう、歩けなくなってしまう、手足が痺れたり感覚がなくなってしまう、ろれつがうまく回らなくなってしまう、言葉が出なくなってしまう、といった脳梗塞としての危険な症状が首の血管のプラークの影響で出現してしまうんです。そしてここでも怖いのが、
こんな脳梗塞で起きる症状も先ほど紹介した一過性黒内障のように血流が再開して元に戻ってしまうことがあること、脳の場合は医学用語で一過性脳虚血発作、通称 TIA と呼ぶのですが、なんか一瞬手に力が入らなくなったけど元に戻ったからなんか気のせいかな、 TIA の症状でもこんな人珍しくないんですね。目の時と同様にこのような手足の力が入らない症状や呂律が回らない症状も治ったからといってもちろん油断はできません。この時首の血管に目を向けてみると崩れ落ちたプラークから今にも血栓が飛んでもおかしくない、こんな状態の可能性があるわけですから、症状が治っても決して油断しないようにしてください。そしてこのような首の血管が詰まる直前のサイン、脳梗塞のサインなどについて、自分もこんな経験をした、この症状もしかしたら、こんな経験談がある方はぜひコメント欄で共有をしてほしいと思います。多くの方の役に立つと思います。さてこんな恐ろしい首の血管が詰まる寸前のサインですが、頸動脈を守る方法はないのでしょうか。またプラークができている人は消せるのでしょうか。予防法や対策についても知っておきましょう。まず一番根本的な予防の対策としては、首の血管にプラークができにくい生活を送ること、しっかりと有酸素運動を行い、動物性の油物が多い食事を控え、バランスのいい食事を心がけ、みずみずしい血管がキープできるような生活習慣を保つことが一番重要。特に健康診断で悪玉コレステロールである LDL や中性脂肪が高い方は、それこそが数値でわかるプラークが自分にできやすい、首の血管に油が沈着しやすいサインですから、その数値を下げることを目標に生活を変えたり治療を行ったりするべきでしょう。そしてコレステロールが高い人からよく聞かれる質問としては、プラークが一旦できたら消す方法はないのかということ。皆さんが気になるこちらの質問の回答としては、プラークが完全に消えることはないが、小さくなったり安定化することはあるという答えになります。まず実はプラークには2種類存在しています。安定プラークと不安定プラーク。安定プラークというのは、血管の壁に沈着している成分が固定化して落ち着いているもの。そして不安定プラークというのは、プラークの中身に脂質や血液などがごちゃ混ぜで含まれていて、文字通り不安定で破れやすい状態のこと。当然不安定プラークの方が血栓が飛び脳梗塞になってしまうリスクは高いんですよね。そして不安定なプラークをなんとか安定化させる方法はないのか、この点が一番気になるかと思いますが、唯一の方法があります。それは血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪の数値を下げておくこと。数値が高い状態で放置をしておくと、日に日にプラークに新しいコレステロールが供給されるので不安定な状態が続いてしまうんですが、数値を下げプラークに新しいメンバーが追加されなくなると、プラーク自身もだんだん落ち着いていき、安定化したり小さくなってくれることすらあるんですね。やんちゃなコレステロールの数を減らしてプラークを刺激しないことが大切なんです。このようにプラークをできるだけ破裂させないために、黒内障や脳梗塞のリスクを下げるために、お薬や生活習慣の改善でコレステロールの数値をコントロールしておくことが最も重要。改めて大きな病気になるまで症状が出ない脂質異常症の怖さ、対策の必要性がよくわかりましたよね。そしてもし血管が狭くなっていて治療が必要な場合は、適切な治療を受けること、また今回紹介した首の血管が詰まる寸前の危険サインが出現した場合は、症状が一旦治っても要注意、時間が勝負なので迅速に病院に行くこと。今回の首の血管を守るための予防医学、いかがだったでしょうか。覚えておくとあなたの人生のどこかで必ず役に立ってくれると思います。予防医学チャンネルでは他にも危険な病気のサインの動画を作っています。
そちらもぜひご覧になっていただき、万一の時に備えておいてください。動画について高評価でも低評価でも構いません。評価していただけると今後の参考になるので、ぜひお願いします。それではまたの受信をお待ちしております。